Danganronpa. ね、大丈夫？だいぶ参ってるみたいだね。さあ僕らは、うん、他のみんなだって一緒だよ。だっていきなりこのおかしなことに巻き込まれるなんて。ねえ、聞いてる？改まって自己紹介するほど特別な人間じゃないし、こういうのって何回やっても照れくさいんだけど、まあこれもお決まりだからと、そう思うことにしてやっておこう。俺の名前は日向はじめだ。俺が希望ヶ峰学園にやってきた理由はたった一つ、希望ヶ峰学園に憧れていたからだ。俺にとっての希望ヶ峰学園はいわばアイドルでありヒーローのような存在なんだ。その憧れは夢なんて言葉にも置き換えられるかもしれない。だから俺は自分がその一員になって自分自身に胸を張れるようになることを目標にずっと。あれ？何者だ？え？あの、大丈夫ですか？顔色が優れないようですが。あ、ねえ、もしかしてさ、あんたもこの学校の新入生なんじゃないの？あ、じゃあ、もしかしてみんなも？ま、そういうことだ。俺らもこの学園の新入生ってね。多分この教室には私たちみたいな新入生が集められてるんだね。
なんだ。決まりだ。え？愚民め。なるほどな。妙だな。何なの？あのさ、つまり、当然だ。え？つまり。要はどういうことだ？そんな！あんねえ！おいおい、まったく。やばくね？これは。ですが。でも。違いまちゅ。なんだ。おい、こら。はぁ？きっと。やっほですか？あれは。多分ぬいぐるみだと思うよ。そう、私はぬいぐるみなんでちゅ。フエルトジなんでちゅ。魔法少女ミラクルウサミ、略してウサミでちゅ。こう見えても皆さんの先生なんでちゅ。フエルトジなんでちゅ。よろしくね。あれ、どうなってんだ？皆さん、ウフフ、オープン。はい。黙れ。おい、ください。なんだと？おい。ケンケルケン。
あべぇ嘘だろ大変っすどうしてドキドキ修学旅行が始まります。